はいはい、まずはこちらのコーナーに行ってみましょう。打って返してコンビネーション Q&A。 バレーボールのコンビネーションのように僕たちが質問という名のトスを上げるので、ゲストの豊永さんは回答という名のアタックを打ってください。すべての、はい、はいはい、普段割とトス上げてますけど、ね、あ、そうですよ。でもアタックをね、打っていいんですね。はい、打ってください。2アタックでも大丈夫です。あ、2アタックでもいいですか。わかりました。すべての質問をぶつけ終わった後で気になる回答の方を振り返りたいと思います、はい、準備はいいですか。はい、はい、それでは質問始め。自分の性格を一言で言うとどんな性格だと思う？ダダスス、ストイタイ、変態、変態。声優を目指したきっかけは？レイジャスペース、なんかすんげーノリ。ズバリ配給って一言で言うとどんな作品？超熱い作品です。豊永さんが演じるシャブケンジロってどんなキャラクター？あ、すっごい難しいです。なんか普通な感じになるけど、演じる上で意識したことはありますか？針の穴に糸を通すような感じ。配給のアフレコ現場で思い出に残ってることはある？ある。力強い。村瀬からの個人的な質問です。はい、音ゲーはドラム以外に他にやられてたんですか？あ、ドラムと、ギターもやってました。お、ギターも。はい、石川からの個人的な質問です。はい、僕にどんな風に呼ばれたいですか？呼ばないで。新しい。今後の夢を教えてください。今後の夢、健康的に生きていきたい。おじいちゃんかな。やめなさいよ。ありがとうございます。はい。じゃあまずはね、これですよ。すっかり忘れてた。8番、この8番、石川からの個人的な質問です。僕から何て呼ばれたいですか？何て呼ばれたいってどういうこと？どうしてかと言いますと、僕もすっかり忘れてたんですけど、この番組、コートネームというものがございまして、はい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 。こう番組内でだけ、こうラジオネームとか、ペンネームとかと同じような感じで、はいはい、その、豊永さんのことをどういうふうに呼ぶか。まあ僕だけじゃないってことですよね、要は。なるほど、この番組内でどう呼んでほしいか。はい、どう呼んでほしい、じゃあ、はい、豊永。ああ。それは無理です。え？言ってよ。豊永さん。ダメ。豊永って呼んでほしい。いやー。豊永はさー。あー、それ。これなら許される感じが。それ。豊永さん。違う。ダメよ、あなたも。違う。海斗くんがやるとなんかちょっと違うの。違う感じになっちゃうです。違う。普段はどういう風に呼ばれることが多いんですか？普段トッシーが多いですね。トッシー、ね、トッシーとかトシ君とか。あ、じゃあトシーユキの上のトシが多いんですね。そうだね。あ、じゃあユッキー。ユッキーさん。うん。トシーユキのユッキー。トヨシ。トヨシ。え？トヨシ。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 ああ。トヨシが何を食べてきたのかな。そういう典型的な感じ。トヨシ、そちらのメガネはどこで買ったでござるか。おお、こちらでござるか。乗ってくる。こちらは近所のメガネ屋でござる。そっちの近所のメガネ屋はいい仕事をしおる。そうでござろう。